EM-2、あるいはナンバー9マーク1小銃、もしくはジャンソンライフルはイギリスにて試作されたアサルトライフルである。EM-2 はブルパップ式レイアウトと高角小銃器を備えた非常に革新的な小銃であった。また、第二次世界大戦中の戦訓やナチスドイツの先進的な突撃銃設計などを参考に いわゆる中間弾薬を採用していた。1951年、一時的にイギリス軍の標準小銃として正式採用されたものの、間もなく第三次ウィンストン・チャーチル政権によって撤回された。これは北大西洋条約機構における消火器及び銃弾の標準化に関するアメリカの強硬な態度に対する妥協であった。e m は、 過渡期の実験的な小銃として様々な中間弾薬の使用が設計されたが特に注目されたのは280ブリティッシュ弾である。この組み合わせはイギリスで、ところがアメリカ側は280ブリティッシュ弾について小銃内視機関重要実報としては非力すぎると主張し、より強力な アメリカ製の 7.62EX51mm 弾の採用を強く主張したのである。結局、この強力な銃弾に適応できなかった EM-2 の採用は中止されたが、ブルパップ式レイアウトは、後の正式小 10L85 へと引き継がれている。第二次世界大戦が終結すると、イギリス軍をはじめとする世界各国の軍隊では先訓をもとに、 各々の突撃銃の開発に乗り出した。もともとイギリス軍では第一次世界大戦の前に303ブリティッシュ弾を更新する計画だったが財政的制約のために生じた遅延はすでにおよそ30年にもなっていた。第二次大戦終結とともにこの制限から解放されるとイギリスでは新型の280インチ後継の中間威力弾の設計を行った。 また、280弾を使用するために、機関銃的な運用を考慮した自動小銃として多電眼の開発を行っている。この銃弾に興味を示したのは FN 社とカナダ陸軍であった。FN 社では、280弾を使用する新型小銃の設計を行っており、カナダ陸軍は伝統に沿ってイギリス軍と共同した近代化を進めていた。 EM-1 エンフィールドのエンフィールド造兵賞では4つの新型小銃設計案について検討し、そのうちスタンレー・ソープの EM-1 小銃とステファン・ケネス・ジャンソンの EM-2 小銃として知られる2種類の類似した小銃について本格的な設計を開始した。エリック・ホール少佐の EM-3 小銃とデニス・バーニーの EM-4 小銃は 図面の段階で却下された。1948年1月6日、2種類の小銃に対して公的な命名が行われる。いずれも設計者の名前からソープライフル、ジャンソンライフルと命名された。ただし、ステファン・ケネス・ジャンソンはポーランド人銃器技師、カジミエシュ・ヤヌシェーブス機隊員の偽名であった。2種類の小銃はいずれもブルパップ式レイアウトだった。 ブルパップ式の場合、弾層と薬室をピストルグリップより後方に配置することで全長をおよそ二十パーセント短縮し、重心長を維持することができる。事実、e m には m 十四よりも九点五インチ短かったが、重心は二点五インチ長かった。いずれの小銃も二十発の着脱式弾層と、単純な光学小銃器、上部のキャリングハンドル、 セレクティブファイア機能を備えていた。これらは非常に似通っていたが、一方で内部設計には差異が見られた。また EM-1 は生産効率を上げるために後半プレスを利用しており、多少重量がかさんでいた。その後、第5の 7mm 小銃設計案として、ビ i s a 社がビ i サ s a 2 8 p を提出した。 やがて EM-2 はそれらのうち最も優れた設計と認められ、1951年4月25日に NOQ-280 後継自動小銃の正式名称でイギリス陸軍に採用された。陸軍省内では1950年にアメリカで行われたトライアルの頃からこの名称を用いていたという。かつての P-14 エンフィールドやあとの SA-80。 シリーズなど、英陸軍が二十世紀に採用した他の小銃同様 EM-2 も、また、英陸軍の伝統にのっとり、射撃精度を特に重視した設計だった。九百四十九年、北、大西洋条約に基づく北、大西洋条約機構が結成された。NATO では、各加盟国の軍隊における重火器や弾薬の共通化が一つの優先事項として、 掲げられ、各国の要求をすべて満たしな当然軍が採用しうる重火器の設計が求められた。最初にこれに応じたのはアメリカで、彼らは 7.62X51mm 弾を使用する試作小銃 T25 及び T44 を提案した。1951年、アバディーン製の大試験場で EM-2 を含む各種新型小銃の トライアルが行われた。この際、アメリカ側はイギリス製銃弾は威力に乏しいと批判し、イギリス側もアメリカ製銃弾は強力すぎてフルオート射撃の制御が難しいと批判した。トライアルにはベルギーのファブリックナショナルが設計した280弾型 FN フェルも登場した。長らく続いた標準化に関する議論は、 カナダがアメリカが共同補調を取る場合のみイギリスの280弾を採用すると宣言したことで決着した。そのような事態が起こる可能性は非常に低く、この宣言によりイギリスは 7.62X51mm 弾を受け入れざるを得ない状況に追い込まれた。ウィンストン・チャーチルは NATO 標準化が銃の性能よりも重要と考え、すでに マニーシンウェル前国防省の下で宣言されていた280弾と EM-2 の採用を撤回した。この間 EM-2 の使用弾を変更した何種類かの派生型が試作されている。シャンボンスでは 7X49mm 弾を使用するものと 7.62EX51mm 弾を使用するものの2種類を試作した。 7.62X51mm 弾、試作型の一つは後に、30から06弾仕様に改造された。スフ、エンフィールドでは10丁の、ビッサでは15丁の 7.62X51mm 弾仕様の EM-2 を製造した。カナディアン・アーセナルでは 7X51mm 弾仕様のものが10丁製造された。 結局 EM-2 を 7.62EX51mm 弾に適応させることは不可能と判断され、最後に残った現実的な選択肢はライセンス生産型フェル、すなわち L1A1 自動小銃の採用であった。フェルもまた280弾仕様から再設計された小銃であったものの銃のサイズ自体が大きく重量があったため、 より長く強力な 7.62X51mm 弾にも比較的簡単に適用していた。チャーチルはイギリス連邦各国をはじめとする NATO 諸国、そしてアメリカ陸軍が FN フェルを採用することを期待していた。しかしアメリカでは試作小銃 T44 の採用を決定し、これに M14 という正式名称を与えたのである。その後、実戦の中で イギリスの中間威力弾に対する立場の正しさが立証された。あまりに強力な 7.62EX51mm 弾はフルオート射撃に不向きで、結局はより小口径の弾薬が求められるようになったのである。1960年代半ば、アメリカ軍はアーマライト社の AR-15M16 として採用した。これは、 5.56X45mm 弾を使用する小型自動小銃で十数年前に採用された M14 を更新していった。その数年後には、NATO 各国も NATO 標準弾をフルオート射撃やより小型の下器に適した昇降系銃弾に更新することで合意し、最終的に 5.56X45mm 弾が新たな NATO 標準弾に採用された。なお、 この決定の直前、イギリス軍では別の中間威力弾の開発に着手していた。1970年頃、採用見送り後も保管されていた EM-2 のうち2丁が、試作型中間威力弾である 6.25OX43mm 弾仕様に改造された。しかし、より小口径の 4.85mm 弾が試作されると L64。 65小銃が新たに設計されたため EM-2 の復活はごく短期間に終わった。なお L64、64小銃は現在イギリスで採用されている SA80 シリーズの直接的な原型である。ブルパップ型レイアウトによる外見上の類似にもかかわらず SA80 シリーズの構造は EM-2 と大きく異なり、むしろ実質的に SA80 は AR-18 あるいは SAR-87 のブルパップ改良型とみなされる。ただし EM-2 開発時の不評用個人装備に関するアイデアは SA80 にも反映されている。ありがとうございます。